はメルフラワー代表フラワーアーティストシンです。今日は皆さんにねピンク系のミニブーケの作り方を教えます。本当にこうね簡単にできるミニブーケですので、ぜひ皆さんも画面の前でね一緒に作ってみてください。これね実際に花束って持って作るのと作らないのと全然こう感覚が違うんですね。なのでもうねこう体感してね感覚で覚えてもらうとすごく良いと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、今日はねこの花材ですね、こちらの花材でブーケを作っていきます。では早速始めていきます。はい、では始めていきます。このようにバラを持ちます。そしたらこのバラの横にですね、まあ、よくいつも僕がやってるんですけどドラセナをこう持ちますね。その時に、まあ、このバラとドラセナの高さが、まあ、このぐらいですねの段差をつけてください。そしてまたバラを持ちます。でカーネーションですね。はい、そしたらここでまた、この丸めたドラセナですね、これを持ちます。段差、そうですね、ちょっと若干バラを上げます。こんな感じにしました。いいですかね。このドラセナの巻き方については N フラワーの会員サイトの方をご覧ください。中に書いてあります。そしてここにユーカリを入れましょう。そしてまたこのバラをね入れます。バラの葉っぱはみんな取っちゃいましょうね。でカーネーションです。このね花束ってこのお花の微妙なこのアップダウンですね、アップダウンが良し悪しを決めていくんです。なのでこのアップダウンをうまくねできるようになるとものすごくこう上達します。はい、またバラ入れます。でこの辺りレースフラワーちょっと一本入れます。このレースフラワーの入れどころとこの高さなんですね、これがまた重要です。あんまり低く入れすぎると沈んで見えるし、高く入れすぎると立っちゃう感じになるのでね。でドラスナ入れます。でまたバラを入れます。このね花束ってこの花材を交互に入れていくね、この感覚なんですよね。入れます。ユーカリの葉っぱを入れますね。そしたらここでちょっと流すね葉っぱをこうドラセナの葉っぱを入れましょう。はい、こんな感じですね。今ねもう一枚流す葉っぱ入れて、はい、こちらで完成です。はい、ではこちら結束して正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。割とねこう簡単にできます。そして綺麗です。でこれをお家にね飾っといたらものすごくこうセンスがいいお部屋になります。もともと皆さんの部屋のセンスがいいと思うんで、そこにこういうかっこいい武器を置いたらさらにセンスが良くなります。なのでぜひ皆さんも作って飾ってみてください。ではですね皆さんのこの部屋がねさらにセンスアップすることを祈って今日のレッスンを終わりにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.